全生命の思想 LUCA についてお話しします。紀元前45億9799万8000年頃、原子太陽系円盤のガスや塵が結びつき直径数キロの微惑星を形成します。紀元前45億4799万8000年頃、微惑星の衝突合体の繰り返しにより現在の水星から火星までの範囲に20個ほどの原子惑星が誕生します。 紀元前45億4,299万8,000年頃、10個の原子惑星が衝突、合体し、地球が誕生します。地球の内部から放出されたガスにより、主にメタン、アンモニア、二酸化炭素の原子大気が生まれます。紀元前45億2,499万8,000年頃、火星軌道と木星軌道の間に広がる小惑,星中小惑星体中の小惑星ベスタが巨大衝突を起こします。 紀元前38億9999 99万8000年頃、大気中の水蒸気が凝結し、雨となり数百年地表に降り注ぎ、海が誕生します。紀元前37億9999 99万8000年頃、海が安定して存在できるようになり、最初の生物、LUCA、単細胞生物、有機体が海底の割れ目から染み込んだ海水がマグマで高温となり、吹き出す場所である熱水噴出口で誕生します。 紀元前26億9999 99万8000年頃、鉄やニッケルでできた地球の核は流動し、鉄が磁石のように働き始め、磁場を放出するようになり、バンアレン体が形成されます。紀元前24億3999万8000年頃、海中に最初の光合成生物、シアノバクテリア、原核生物、単細胞生物が誕生し、酸素が生成され始めます。 それまで水蒸気の紫外線分解でしか作られなかった酸素が大量に作られます。海中の地球が形成された際の隕石に含まれる鉄イオンと結合し酸化鉄となり鉄鉱石として海底に蓄積され続けました。紀元前22億9999 99万8000年頃、全球凍結スノーボールアースが発生します。原因としてシアノバクテリアの光合成により二酸化炭素は減少し日光による地表から 熱輻射がされた赤外線が宇宙に放射されやすくなったことが挙げられます。これにより大半の生物が絶滅します。紀元前22億999 99万8000年ごろヒューロニアンマクガニン表記が開始されます。紀元前22億2199万8000年ごろヒューロニアン,マ,グニアン表記がマクガニン表記が終了します。紀元前2十億9999 99万8000年ごろ 大気や海洋に増加した酸素から遺伝情報を守るため遺伝子を膜で包み核を作った最初の進化生物であるグリパニアが誕生します紀元前20億999 99万8000年頃最初の超大陸ヌーナの形成が始まります紀元,前100紀,前紀元前19億9999 99万8000年頃地球の鉄イオンが全て使い切られ海中で飽和した酸素が大気中に放出され始めます 紀元前1 8億9999万8000年頃、超大陸ヌーナが誕生します紀元前14億9999 99万8000年頃、超大陸パロティアが誕生します紀元前10億999 99万8000年頃、超大陸ロディニアが誕生します紀元前10億9999 99万8000年頃、上空の酸素が紫外線と反応して清掃圏にオゾン層が発生します オゾン層は生命にとって有害や太陽からの紫外線を吸収するため、地上が安全になります。以上です。